はい、あげめちゃんの春木授業でーす。今日ご紹介するゲームはこちら、アレアの高額シリーズの一つですね、ワイヤットアップですね。少し前のですね、私が2015年7月のプレイレポートの中に取り上げたゲームなんですけども、ちょっとやっぱりこれ古い小箱ゲームですけども、さすがアレアっていうことがあって面白いゲームしたので、今日はこちらをご紹介したいと思います。はい、まあ、アレアといえばね、まあ、有名なね、ラベンスから出てるね、ブランド名の一つですけども、まあ、プエルトリコとかね、まあ、こういった洋楽とかね、まあ、いわゆる結構しっかりしたね、ボックスカーズのゲームが今多いわけですけども、昔はね、最近なんかもう出さないらしいですけども、まあ、こういったね、この小箱サイズね、この小箱サイズなんか微妙にちょっとでかい、ルージーになったのね、これちょっと箱のサイズがちょっとだけ違うんですけども、まあ、この小箱サイズね、結構いいゲームがたくさんあって、ワイヤットアップもそのうちの一つなんですけども、ね、2014年だったかな、あのペガサスシピールとかからですね、まあ、再販されたりしてて、もう少しね、これ再販したバージョンで見ると国内に入ってくれないかなっていうのは先日のプレイレポートでもお話した通りですけども、非常にこの小さい小箱で、これワイヤットアップ、まあ見た目からしても西部劇の雰囲気全開ですけども、分かりやすいゲームなんですね。じゃあ中の方見ていきますね。はい、セットアップのしてみました。まあ、これだけのゲームなんですね。7人のウォンティッドですね。要は賞金首が並べられていて、それぞれにこういう賞金のね、お金が置かれていて、これ一番最初期状態は1000ドルずつ置かれてるんですけども、まあ、これをね、なるべくたくさん集めましょうっていうゲームなんですけども、プレイヤーカードは一式あって、これコンポーネント本当にそれだけなんですね。まあ、もちろん、バンカーにね、お金がもっとたくさんあったり、プレイヤーのね、リファレンスはあったりしますけども、基本ゲームを使うのはこれだけなんですね。あとバンクの金とこのカード。これだけの一式だけと。基本システムも非常に分かりやすくなっていて、各この賞金組に対応する基本カードあるんですね。ここのとこの色がこのカードの色とマッチしていて、例えばこのビリーザキットだったらブルー系の顔になってて、まあ、このカードあるわけですね。で、ゲームの講師はここのところに、ここのところに数字が書かれているので、このカードを自分の手元でこんな風にプレイしていって、このカードのね、各賞金組ごとのこの数字の合計が自分の手元で多い人からこのお金をたくさん受け取れますよ。つまり一番多く出した人がまず最初に1000ドル取って、それが最初のボーナスなんですね。あとは全員順番に回るんですけど、じゃあやっぱり一番多かった人がもう1000ドル。つまり最初絶対2000ドル取れるんですけど、2000ドル取って、次の人が取って、次の人が取ってっていうのを繰り返していくんですね。つまり、まあ、同じ賞金組でお金もっといっぱいね、バサバサバサってこんな感じで乗るわけですけど、まあこうした大人気なんですけど、まあそういうカードを何枚出してるんじゃなくて、カードのここに書かれてるね、合計数字によって多い人からこれを取っていくというゲームになってますね。ゲームが非常に面白く出来上がってるのは、これ最初にこれカード出せないんですね。カード出せなくって、同じカードを3枚以上最初の手札に集めないと出せないんですね。これラミーっぽいんですけど、誰かが3枚以上集めて出してくれると、その賞金組が、まあ、解禁になるって変なんですけど、自由な状態になって他の人が1枚ずつとかでも出せるなと。で、こういう追いかけができるようになるんですね。バラバラに出すと実はこれつまらなくって、これ出した枚数引く1枚かける1000、つまり3枚いっぺんに出せば引く1枚なんで2枚かける1000なんで2000ドル賞金が増えるんですよ、ドーンってね。つまりたくさんまとめて出せば出すほど、5枚まとめて出せば4000ドル賞金が増えるんですけど、3枚出して解禁になったので1枚1枚出されてしまうと、最初乗った1000ドルと3枚出した時2000ドルで3000ドルしかないんですよね。3000ドルしかなくって、3人来ても嬉しくもなんともないですね。一番多い人が最初2000ドル取って、この人たち分け合えないので、分け合えないともらえなくて残るっていうシステムなんですけど、なんでなるべくこうまとめ出したいと。後から出すとしょぼくてもらえないっていう感じがするので、どのぐらいこう手札に貯めてから出すかとか、どのぐらいもうしょうがない、とりあえず1枚でも出しとけ、なんか1000ドルぐらい俺押すわけにもらえそうみたいなね、やけくそでつけるかっていう、このいつ手札に貯めるかっていうところがなかなか憎く仕上がってるゲームになってますね。でもちろん純粋なラミーのところではなくて、こういう不安感のねカードが書いてるような、要は星印があるようなカードがあって、これ手番に1枚しかプレイできないっていうカードなんですけど、あ、ちなみにこういうの出すのはね、ラミと同じでセットになってればいくらでも出せる、一気に出せるっていうカードなんですけど、まあ、こういうので例えばフォトっていうのは、こう写真撮ったらね、すごい有力な情報っていうのはプラス4点とかあったりして、まあ、こういうやつがあったり、まあ、あとは全然カラーのない非常に特殊カードですね。まあ、ものによっては賞金組の賞金を単純に上げるとか、まあ、他人からカードを当然奪うとか、山捨て札からカードを取れるとかね、まあそういう特殊なカードが結構満載で、結構後半ね、こういうのバンバン飛び交いますね。で、難しいのはこれのいつこのゲーム終わるかなんですけども、誰かが手札を出し切ったら終わるんですね。誰かが手札を出し切ったら終わるんですけど、さっき言いましたこのカードがあるやつは手番に1枚だけしかプレイできないので、あんまり溜め込みすぎるとゲーム終わらせないんですね。もう終わりたいんだけど、いつまでもこう1枚1枚こうボツボツと出さないといけない。しかも手番の時に最初の絶対補充があるので、下手な引き方をしてしまうとなかなか終われないっていうのがあるので、まあ、程よく特殊カードを使わされるっていうところがあって、なかなか憎く仕上がってますね。まああんまり難しいゲームではないんで、山札からカードを補充して自分の中でセットを作ってまとめて出すと、まとめ出した具合によってここの賞金が
上がったり下がったりするんで、上がらなさそうだったらこういったね馬車郵便強盗とかあったりするわけですけども、取る判定すればね、こういう指名手配のね、こういうウォンティットのところに置いて判定成功すれば賞金の総額が増えるということもカードもあったりするので、まあラミー的なねこうカードを貯めて自分の手札でセットを作っていつこう出すかとかね、あんまり早く出されると他人どんどんどん反応されてしまうんで、どのぐらい貯めて、でもあんまりゆっくりしてると他の連中出されるなとかね。でさっきここの数字の合計って言ったんですけど、この数字の合計がある一定以上点数を離されてしまうと、他の人がねこう大きい合計とかになると1枚2枚出してもう数字がちっちゃくて、数字が離れすぎると全然お金もらえなくなるんですよね。なので程よく待って程よく出すっていうところね、バランスが非常によくできていて、でまあかつ言いながらこうわけのわからない効果のね、人が出してると全部ね判定成功したらこう無効するようなむちゃくちゃなカードもあったりするので、まあ、そこのところね、なんとなくこのユーモラスな感じ、ラミーのようにこう手札でコントロールしてるけど特殊カードもある、でみんながプレイしたカードの効果によってここの賞金がどん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 総額が上がるっていうところはね、なかなか面白く仕上がってるゲームですね。で全体のプレイもね30分ぐらいなので、割とプレイしていてその割とサクサク終わる感じが私割と好きなんですね。残念なのがこれさっき言った特殊カードがちょっとあるので、これをまあこの辺ちょっとなんか日本語化しておきたいなと思ったんですけど、これ60ミリかける80ミリのカードになってて、これに合うスリーブを実は探してたんですけど全然見当たらなくて、ちょっと日本語化しづらいこの特殊サイズのスリーブなっていうのがちょっと残念で、なかなか日本語ができていないのがちょっと悲しいところですね。まあできればこれね、これそもそも日本語でどっか出ませんかねとかね、これなんか時代劇風なテーマにしてどっかでなんかリメイクすると日本人受けするんじゃないかななんていうのは個人的には思ったりします。はい、というわけですね、まあ残念ながらね今ちょっとこの出てないですね、小箱サイズですね、アレアの小箱サイズのゲームですね、ワイヤットアップをご紹介いたしました。ザゲームチャンネルの春99でした。はい、今回の動画お楽しみいただけましたでしょうか。ザゲームガイドチャンネルですね、様々なボードゲームに関する話題をお届けしております。 YouTube の方はですねチャンネル登録の方していただけますと、私が動画の方を登録しますときにそれがですね、素早くお伝えできるようになっておりますので、ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。ザゲームガイドチャンネルの春99でした。